皆さん、こんにちは。今回はですね、ちょっと副音声でお送りします。というのも、一人で、動画を撮影させていただきましたので、一人でね、撮影しながら喋りまくってると変態なので、今回は副音声でやります。で、これね、見覚えありますでしょ？前に千葉鑑定団中央店で、やった100円ガチャ。またね、ちょっと仕事で千葉方面に行きましたので、寄りました。で、見たところですね、これわかりますか？皆さん覚えてます？当たり枠が全く一緒なんです。何も変わってない。ね。バッチョ、ゆうべバッチョ、ね、ビオラバッチョ、ダービッツとか、あとはこっち下、トレーゼゲとかね、ネドウェド、POY のメッシーとかいろいろありますけど、全く変わってないので、もう一回やりました。はい、リベンジしちゃったということで、副音声でお送りしていきます。で、こういう形でね、携帯電話、iPhone で撮影しながら、100円をぶっ込みながらですね、こうやってやっていったわけですよ。で、こう撮影しながらね、ほら、喋りまくってると、もうほんと旗から見たら、ただのド変態じゃないですか。だからちょっと副音声でね、ご了承ください。今3回目、4回目、こういう感じでやっていきました。で、この右上だけを攻めました、今回は。この右上ね。一番左下はね、もうすでに売り切れだったんですよ。で、視聴者の方がね、これをやったツイッターの報告とかも見たんですけど、どうもね、やっぱりね、こう挿入されている、こうストックされている数、ちゃんとね、儲かるようにできてるんですね、このガチャね。はい。まあ、その辺もね、こう検証してやりましょうということで、早速詰まってますね。これ2枚出てきてますね。2枚システム懐かしい。これ店員さんにね、終わった後言ったんですよ。2枚システム発動してましたけど、お金返しますって言ったら、いや、そういうもんだと思って楽しんでくださいとおっしゃってくれたので、綺麗なお姉さんが、そのまま楽しみました。で、ここからね、ちょっと倍速で進めていきます。はい、こういう感じで、もうひたすらですよ。ひたすら100円を入れては出して、100円を入れては出して、もうね、ロボットです。僕はもうガチャをね、やるロボット。はい。で、やっぱね、こう視聴者の方はね、このガチャ動画を期待してチャンネル登録をしてくれている方もたくさんいるわけです。はい。だからですね、こうやって適度な、期間を置いてですね、僕もガチャばっかやってたら破産しちゃいますから、引っ越ししたばっかだし、適度にね、やっていきます。100円ガチャはね、やっぱ動画にしやすい。だって安いもん。安いし、前回は60回ぐらいでMVP のネドベドが出たんですよ。だから60回でね、ネドベド級が出ればですね、ほんといいでしょ。だってこの1枚1枚にカードは入ってるわけだし、ネドベドも当たったし、だからガチャはやめられないと。こうやってロボットみたいに回すわけです。でね、なんかね、僕のことをね、知ってる方、詰まってますね。また詰まってるんですね。こうやって僕のことを知ってるですね、なんか小学生らしきギャラリーが、ね、後ろにいてですね、非常にやりづらかった。はい、そういう感じでございましたよ。また詰まってますね。もう詰まりがすごい。僕は高速で回すもんだから、もう熱持っちゃってるのかな。わかんないけど。でね、当たり枠は、赤いね、赤いマジック。前回見たことある方はね、わかってると思うんですけど、このね、白い囲いのこの紙。このね、包んである紙。挟まってる紙。これに赤いマジックで分かりやすくなってるわけですよ。だから赤いの、詰まった、今で2枚システムがまた発動してますね。赤いマジックでこう縁取られたですね、塗られた、マーキングされたやつが出てきたら、それは当たりだと思う。で、動画をね、最後までご覧いただければ分かると思うんですけど、ちょっと事件が発生してます。ぜひ最後まで見てください。で、こういう感じでね、どんどんやっていきましょう。もうタワーが出来上がってますね。左側にタワーが。一体何回やってんだと、一体何回やってるんだって感じです。数えたらですね、とてつもない数になりました。はい、これね、すごいですよ。これすごいんですよ、本当に。わかります？この一人でこうやってやる悲しさ。誰か協力してくれる方がね、横から取ってくれればいいんですけど、横の小学生に頼むわけにもいかず、一人でやりました。こうやってね、ずーっとひたすら、もうひたすらですから、本当に寂しいもんですよ。スーツ着てね、スーツ着たおっさんが100円ガチャに向かってですね、ずっと100円を入れ続けて、またガチャを回すわけです。
大変。ただね、やっぱね、楽しいんですよ、私は。まあ、子供は心なので、はい、心の中は子供なので、楽しい、非常にね。で、この辺でね、問題発生しますよ。はい、ブラックアウトしました。はい、問題発生。何が起きたかというと、バッテリー切れ。あのね、結果言うと、この後赤いやつが出ました。で、その番号が6番。6番というとですね、この上の欄、はい、これですね、マラドーナ、見事ゲットしました。こんだけやりました。で、無事ね、マラドーナ、ちょっと暗くて見えないかな、無事マラドーナをゲットしました。これ、はい、ゲットしましたんで、このね、内容は後半の動画でよろしくお願いします。あのね、赤い部分をみんな見たいわけですよ。言って赤いやつが出るところをみんな見たいんです。なのにその時にですね、ほんとね、出る直前にですね、あの社長から電話がかかってきて、まあ、出たわけですよ。その電話に電池を持っていかれてバッテリー切れ、まあ、しょうがない、しょうがないです。そういうもん、今回は許してください。ほんとね、これぞネコニラクオリティということで。ちなみに回数は、ガチャの回数は135回。はい。ということで、後半の動画ね、ぜひ期待してください。また見てね。さよなら。